今演奏を終えたところの伊藤雄生さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ヴィヴァルディのバイオリンコンチェルトを弾いてくださったんですけれども、演奏していかがでしたか？どうでしたか？みんなで弾いて楽しかったです。楽しかった。みんなでやると楽しいよね。はい、このヴィヴァルディのバイオリンコンチェルトなんですけれども、思い出の曲だそうで、大きなコンクールでも、この曲で優勝されたそうですね。はい。何度もきっといっぱい演奏する機会があったと思うんですけれども、今日のはどうでしたか？ちょっと不安のあるところもあったけど、でもちゃんと楽しかったからよかったと。それが一番ですよね。ぜひ今後も活躍を期待しています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
堀内美和さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。堀内さんはたった今あの演奏会を終えて来てくださったんですけれども、どうでしたか？楽しかったです。楽しかった。弦楽合奏と共演をしてバッハを演奏したんですよね。はい。いかがでした？弦楽器と一緒に演奏するのは。音程とかアップビートやダウンビートとかを考えるのが難しかったです。オーケストラというかあのその弦楽合奏とちょっとその私もねフルートやるんですけれども、こう音程の感じとかがねちょっと違ったりするんですよね。はい。でも楽しんではじゃあ演奏できたのかな。はい。あ、よかったです。このあのバッハの、ポロネーズメヌエットバティネリ、まあ、すごく有名ないい曲なんですけれども、今日この曲を演奏しようって思ったのは、どういう理由なんでしょうか？先生の先生がリサイタルとかでよくやっていて、めっちゃいい曲やなと思ったからですよくねやるし、これやるとお客様盛り上がってねいいんですよね。はい。ぜひじゃあこの後も素晴らしい勉強をお続けになっていいフルート奏者になってください。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。